こんにちは、りせりです。えりぴです。イエーイ。今日は、きりぷちゃんとももちゃんに引き続き、お城コンビを作るべし。って感じで、今日は全身とメイク全部5回。やばい、動きなかった。薄い化粧本当になんか似合わないから、なんか不安ですね。本当になんかちゃんと交換できるのかっていうのが。お互いに頑張るしかないですね。頑張りましょう。ちなみにりせりちゃんはえりぷさんみたいにがっつり濃い化粧ってしたことある？なんかきりぷちゃんの企画できりぷちゃんのメイクした時にやったりはしたんですけど、その時の画像見たい。あ、でも可愛い。お互いね、イメチェン成功なるかちょっと不安なんですけど、まあ早速やっていきたいと思います。頑張ります。はい、じゃありせりがえりぷちゃんにりせりメイクをしていきたいと思います。お願いします。じゃあこの化粧を今から一旦落とします。はい、OK です。はい、下地から塗ってもらうんですけど、5点置きします。5点置きじゃないね。23点置きぐらいいってますよね。確かに白くなったね。あ、白くなりました。で、これが BB クリームなんですけど、塗ってもらいます。これも1プッシュで。はい。あれ、次何しろってこと？あ、コンシーラーです。すいません。あ、じゃあ全部です。えりもこのコンシーラー顔良かったですか？はい、なんか消えた。お次はキャンメイクのマシュマロフィニッシュパウダー ML。 いいですね。これを塗ります。はい、全体的に OK です。ポン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 、サラサラみたいな、マシュマロみたいになるんですよ。私マシュマロってことですか？マシュマロになります。今からマシュマロ星人。可愛くなるかな。あ、でも韓国人になりそうかも。この髪色だし。確かに韓国人にしたい。もう自分メイクじゃなくて、あ、終わりました。あ、じゃあこんな感じで眉毛にいきます。はい、次何しよっかな。あ、目します。りせりメイクに近づくポイントは一番？でもめっちゃアイライン長くしといて、下の地雷盛りラインみたいなやつを描いとけば、なんとなくりせりに似るかなって。涙袋をちょこっとだけキラキラにします。眉マスカラ自分でやった方がいいですかね。どっちでもいいですよ。こうやってやってます。じゃあやっちゃいます。チークします。はい、チークとか普段塗ります？塗ります。おう。ハイライトを入れていきます。したらつけまをつけてもらおうかな。大きいですよ。ちょっとだけ石灰。良きじゃないですか？どうですか？ちょっとシェーディングして。あ、そうです。はい。ということで顔はめちゃめちゃ、まあ、可愛く完成したので、よりりせりちゃんに見せるために今からちょっと髪の毛を緩く巻いていきたいと思います。はい、ということで髪の毛も完成して、かなりいい感じに完成しました。K-POP アイドルって感じ。K-POP だね、完全に。服もなんかりせりちゃんの服を本当は着る予定だったんですけど、りせりもこういうピチッとしたやつたまに着てますもんね。着るんでいいかなって感じで、はい、大成功な気がします。すごい新たなえりぷちゃんを生ました感やばいです。可愛すぎる。新しい自分になれたかなって思います。でもりせりちゃんちょっとマジで天使じゃないですか。小悪魔に変身させました。私意地悪な女の子みたいな。なりたい。小悪魔に、ちょっと小悪魔系女子に真逆になりましょう。今日ははい、真逆になりましょう。ぜひじゃあ私がサクッとやっちゃいます。じゃあお願いします。はい、ってことでりせりもいろいろ変えていこうと思うんですけど、でもちょっと肌がめちゃくちゃ弱くて化粧品が合わないのが結構多いので、目と眉毛を落としてもらいます。はい、じゃあ眉毛と目落としたので、あと口か落としたのでカラコンを変えていきます。とりあえず、はい、眉毛からやろうかな。なんか一旦、はい、眉毛の描き方って結構独特でちょっとこうしてほしいですね。眉毛はこんなもんでいいでしょう。まあとりあえずじゃあここでいきなりノーズシャドウやります。あ、ここはいつものやつポーチ。そうそう、アイシャドウいこうか、目いこうかな。チークやっちゃおうかな。かわいい。シェーディングはやば、すごい。あ、これ伸ばそう、かわいそうだから。目の下と目の下から頬骨てかチーク塗ってるじゃないですか。目とチークの間に何も塗ってない空白があるので、そこに変えないといけませんよ。リップの色が濃いからコンシーラーで唇の色を消してほしいんですけど、自分でできますか？どれでもいいんですけど。はい、ということでリッチメイク完成しました。めっちゃ早かったよ。捨て際良きすぎてびっくり。よくやりました。まあ工程少なかったんでね。どうですか？もうマジで何から何まで違いすぎてすごい意味わかんないんだけど、確かにまで入れ替わり。あ、天使と悪魔に。でも小悪魔系になったよね、絶対。可愛い、めちゃめちゃ。マジですか？めっちゃ可愛い。だからそう、エリは違和感結構ある、自分の顔に。エリセもめっちゃあります。だから多分、そういうもんなんだろうね、多分。自分じゃねえみたいな、恥ずかしいみたいな。ちょっとなる。うん。けど、なりきったらいけますよ。なかなかできない体験なので。ありがとうございました。ありがとうございました。最高。イェーイ。イェイ。はい、今、サイン本が予約発売されしてるので、もしよかったらみんな買ってください。お願いします。はい、ってことで今日も最後まで見てくれてありがとうございました。この動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録お願いします。じゃあねー、バイバーイ。